どういうどういう流れの、あの女優というお仕事をされていながらの演技という部分、まあ、このアイスショーでどういうふうに生かしていったのかお聞きしてもよろしいでしょうか。皆さんすごくたくさんあのお話をしてくださったんですけれども、私は普段女優業では本当眉毛の小さい動きとか目の少し動くとかそういう努力をしてきたので、でも氷に立つとそうじゃなくてもっと大げさに、ちょっと大きすぎないかってぐらいの大きくないと遠くのお客様に見えないので、私自身が一番普段とは違う練習をしなきゃいけなかったので、正直すごく苦労したんですけれども、私から言いたいのはですね、もともとは、声優さん、声ですね、声が入っているものに、口パクというか声を出して演じていたと思うんですけれども、本当はリハの時はそういう指示はなくて、本当はもう氷に集中、滑るのに集中だったんですけれども、ちょっとできるかもねって振付師さんがおっしゃった時に、次の日の朝にルフィさんがもう完璧にセリフを入れて演技をされてるのを見て、私はすごくビビッときて、ビビだけにじゃないんですけどすいません、ビビッときまして、そこで私はすごくスイッチが入りましたし、皆さんもルフィ宇野昌磨さんが常にやっぱり先頭で皆さんを引っ張って自ら率先してくださっているのが本当にルフィのようで、かっこいいなというところを皆さんにも共有させていただきたいです。声に合わせてという、声が入っていてそれに感情を乗せるというところ、そのあたりいかがでしたか。もう本当にこのアイスショー出演されている皆さん全セリフこう口ずさめるようになっていて、そこに感情を合わせてそれぞれのキャラクターをこう表すっていうのをこうお稽古の1ヶ月間の間で自分も客観的に皆さんのことを見ていても本当にどん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 上手になっていって、こう、感動するようなところもたくさんあって、個人的にこうビビとしては笑顔のシーンっていうよりも悲しいだったり怒るだったりこう訴えかけるものっていうのがたくさんビビにはあって、本当に普段からこうビビに近づけるようにっていうのをこの1ヶ月と少し意識しながら生活しています。ビビに近づけるようにっていうところで、どういう部分、なんですかね、何をしながら何を見ながらどういう日々を過ごしながらビビに近づけるようにっていう努力をされたんですか。まず夜お稽古が終わって寝る前にアラバスタ編を一回こう絶対見て、で何ですかね、細かい、例えば今回アニメとか漫画とかでは映されていないこうビビのシーンっていうのを表情では皆さんから見えていると思うので、そういう時にこうビビはどういう気持ちでどういう表情でみんなのことを話を聞いているのかとか、そういう部分をよく考えています。演じるにあって難しかったことだったりとか、こういうところがの新しい気づきだったりとか、そのあたり教えていただけますでしょうか。はい、本当に新しい発見ばかりでした。自分のやってきたフィギュアスケートとはまた大きく違ったものになるかなと思っていましたし、また本当にその演出家の方だったり振付師の方だったり、そして皆さんのキャストの方にも一人一人にアドバイスをいただいたりしながら、みんなで本当に一つのものを作り上げられたんじゃないかなと思いますし、今僕がこうやってその全力でこのショーっていうものを、そのいつもの自分らしくではなく本当に最高のものをっていう意思でこのワンピースオンアイスにできているっていうのは、本当に皆さんがこの環境を作ってくれたからだなと、全力でやることを本当に後押ししてくれたからかなと思いますし、僕にとっては本当に貴重な経験になってます。本当になんか自分がやれているやれていない部分も本当にこういう大きな会場で見たら違う風に見えたりとか、すごいいろんな発見があったので、まだまだこれからもすごい僕は楽しみです。ルフィらしくという部分で意識されたところはありますか。どういった部分が。そうですね、ルフィらしく本当に喜怒哀楽が本当に顔にすごい全面的に出るキャラクターだと僕は印象強いので、僕は割とそういう、なんですかね、
顔に表情を出すっていうのをやってこなかったので難しいことではあったんですけれども、本当に一人一人にそのアドバイスもらいながら、どうやったらこの大きな会場でそのお客さん一人一人にそれが伝わるのかっていうのを毎回動画見たり、本当に一人一人のアドバイスもらいながらできて、まあ、少しずつですはあるんですけれども、僕なりにすごい達成感といいますか、もう全力でやりきっているぞっていうのは出しているんじゃないかなと思います。